道内では、きょう新たに3574人の新型コロナウイルスの感染が確認されました。死亡は3人です。感染者の内訳は札幌市で1180人、旭川市で432人、新興局別、石狩、胆、戸勝が200人台となっています。感染者数は先週木曜に比べ、きょうは1500人ほど多く、2日連続で前の週の同じ曜日を上回っています。